低所得世帯への一律3万円給付に充てられますさらに、低所得の子育て世帯に子供も1人当たり5万円を給付しますまた、輸入小麦の売り渡し価格が抑制されるほか再生可能エネルギーの導入促進のために徴収される付加金が引き下げられ来月から適用されます